はい、ごきげんよう、みつげまです。今日もポケモンレジェンズアルセウスをやっていきたいと思います。前回無事ドレディアちゃんを助け出すことができたので、今回は新しい任務を団長に聞きに行くところから始まると思います。じゃあ行ってみましょう。なんかサブイベっていうか、なんか家できてる。サブイベある。あんた立派な銀河団員になるには何が大事かわかるか？勇気。違う。いや、それも大事だけど。相棒だよ。相棒のポケモン。ポケモンの力を借りれば100人力さ。いつの日かポケモンを捕まえるためボールを投げる練習してるぜ。でも本物を使った方がいいだろ？調査隊ならボールを持ってるよな。ここでいいから俺にも分けてよ。いいよ。全然あげるよ。どうぞ。エマモンスターボールを5個渡した。やった、これで相棒ができるぞ。俺だ、俺が頑張って集めた頑張りの砂だぞ。詳しいことはペリーラさんに聞いてくれ。お、ありがとう。もらったモンスターボールでいっぱい投げる練習するから、俺の相棒に向いてるポケモン調べておいてくれよな。あ、道具箱に。はーい。ちょっとサブイベがなんか増えてそうだから、サブイベやろっか。お、あんなところにもいる。へい。尻尾なんだなぁ。はぁ、なんて素晴らしい尻尾だったんだろう。小柄なのかな。岩に隠れて尻尾しか見えなかった。叶うならあの尻尾をまた見たい。なんだ？バネのように渦を巻き、しなやかに動く尻尾のポケモン。もし捕まえたら見せてくれ。俺を用意して待っているよ。バネみたいな尻尾？おー、なんだろう。バネみたいな尻尾。ニャルマーとかしか思いつかないけど。お、また畑の人が。どうした？おう、あんた調査隊だな。ちょうどいいところに来てくれた。畑をさらに広げたいのだが、水やりする手が足りねえ。水タイプの技を覚えたポケモンがいたら貸してくれないか？いいよ。誰がいいかな。じゃあコダックちゃんにしよっか。コダックのさ、急須出たの知ってる？めっちゃ可愛いんだけど、あれ欲しい、あれ。あんたのポケモンのおかげで畑を広げられるぜ。お、うおー、畑に水が行き渡る。勢いに乗って畑を増やしちゃおう。いいぞいいぞ。増えた？できたぞ。お、増えてる増えてる。3個になった。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。この子にはもう少し畑作業手伝ってもらうよ。畑の水やりができる他のポケモンと交換するときは声をかけてくれ。わーい。そういえば、あれどうなった？収穫は？収穫が終わったぞ。どうだ？玉ゼンマイ2個。え、この畑の量で2個しか取れないってどういうこと？木の実コース、お野菜コース、どうしよう。木の実コース。特別な木の実って何？特別な木の実。2万円。ちょっとやめとこう。もうちょっと貯めたらにしよう。じゃあ薬草コースでお願いします。あれ？またタオファさんとなんかあったの？お客さん、いいとこに来た。タオファさんがまた新商品を下ろしてくれないんだ。僕が何言っても効果なくてさ、また君に仲介してもらいたいんだ。何？バリバリも3つほど手土産にすれば大丈夫。頼まれてよ。それにしても、いつになったら認めてくれるんだか。なんでこんな仲悪いの？この2人。あ、そうだ。髪型変えよう。ほら、座って座って。新しい髪型ってどんなんだろう。
あ、かわいい。七三分け。二つ結い。巻き髪。ちょっと増えたね。この辺が増えた？丸刈り。これかわいいな。はい、どうですか？髪をバッサリ切りました。完成。あんた最高だよ。帽子は？かぶります。了解。短くなりました。かわいいね。またおいでよ。私も腕を磨いておくから。また髪増えるのかな？髪型。これかわいくない？どうですか？いいじゃん、いいじゃん。どうした？君、前回はミミロルの写真を撮らせてくれてありがとうね。村のみんなに好評だったよ。それでまた頼みたいことがあるんだ。こちらの写真を見てくれ。なんだ？あ！え？ユマールちゃん？海賊船みたいな、なんか、ナンパ船みたいなやつ。なんだか怪しいものが映っているだろう。こんなに近いのに撮っているときはさっぱり気づかなかった。映りが半端なせいでポケモンかそうでないかもわからなくて、もやもやするし不安でな。写真のポケモンを知っていたら見せてほしい。頼んだぞ。はーい。でもあの海賊船みたいなとこ見たことないから、次行けるのかな？楽しみやね。服を買う。はい。着替えました。どうですか？いいでしょ？おしゃれ。よし、じゃあそろそろ行くか。あれ、こんなとこに。なにこれ？飴を買っていくかい？飴ちゃん。あー！経験値のやつか。今はいいや。よいしょ、よいしょ。団長来たよー。グレンの湿地でのポケモン調査、ご苦労である。エマには次なるエリア、群青の海岸に赴いてもらう。最初に言っておく、群青の海岸にキングはおらぬ。え、いないの？何しに行くの？エマさん、説明するね。もう、キングだけど、数年前にはいたの。ただ、不慮の事故で命を落として。そんな。そのキングがいた場所で怪しい影を見かけるとの報告が入ってきてな。さらには火吹島で材料を集めていた警備隊と製造隊の隊員が幽霊に襲われたとも報告している。私としてもキング場を荒らされるのは許せないの。でも群青の海岸にいるキャプテンは訳ありで。訳あり。もうわかるな。お前に調査を命じる。はい、キングのいない島。私は群青の海岸で待ってるね。あそこの景色好きだから。はい。エマさんにはおかしなことを頼んじゃって申し訳ないよ。エマは仕事のできる団員、任せておけばよいのです。そうだね、森キングを沈めたエマさんの強さ、優しさ。私は知っているもの。お。次なり調査対象のエリアは群青の海岸。グレンの湿地よりもはるかに遠く、陸路での遠征となる。そうなのか。君のランクであれば群青の海岸も調査可能。命令する。火吹島を調査せよ。火吹島。はーい、わかりました。ちょっとサブイベがいっぱいあるから見ていこう。パラセクトの木をこに置いて、パラセクトのキノコについて、マサヒコさんの協力を得て調査に当たってください。はい。グレックルの毒。グレックルの毒を使った薬を作るそうです。医療隊のキネさんから話を聞いてお手伝いをお願いします。はーい。医療隊はこっちだよね。
よいしょ。キネさん、いた。クレックルの依頼引き受けてくれたのね。混合団の方に伺ったの。クレックルの毒を薄めて薬にしているのですって。すげえ。クレックルの毒からできる薬は腰痛に効くらしくて。深見さん、腰痛で寝たきりでしょ。ぜひクレックルの薬を作りたくて。作り方は知っているから、あと必要なのはクレックルの毒よ。グレンの七に行ってクレックルを捕まえてきてほしいのよ。クレックルおるじゃないか。いると思う。いるいるいる。あげるあげる。はい。この子がグレックル。なんだか愛嬌のある顔ね。これさ、この動きかわいいよね。グレックルさん、毒を少し分けてくださいね。え、俺みたいな。グレル。ありがとう。早速薬を作ってみるね。バッチリよ。これなら効果も抜群のはず。やったぜ。ポケモンって意外な形でも私たちを助けてくれるのね。ポケモンと人が一緒に働ける施設があれば、もっといろんな人やポケモンを助けられるかもしれないわ。持ちのポケモンセンターだ。そのためにもっとポケモンを知らないとね。調査隊の仕事は様々な人に思わぬ形で恩恵を与えるかも。キネさん、腰が爆発しそうじゃん。はいはい、とてもよく効く薬を持っていきますからね。あなたとグレックルのおかげで深見さんもまた歩けそうよ。ありがとうね。はーい。よかったね。コダックの頭痛に効く薬を探しているのかい？それならこれ、私の故郷に伝わる秘伝の薬だよ。ありがとう。どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬、丹波の薬屋で作られる。どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬だよ。コダックの頭痛だって治しちまう。ありがとう。前はどうしたんだ。グレの七でも大活躍と噂の調査隊員だね。探したよ。妹のミオは警備隊だけど、七へ仕事に行ったきり帰ってこない。君は七で日夏って人を見つけてたね。だったらミオも探せるんじゃないか。匂いはありますか。匂い？うん。いや、探すために必要なんだろ。ミオ愛用の手ぬぐいはどうかな。ガチグマは匂いを覚えた。くんかくんか。頼んだよ。湿地で行方知れずのミオを見つけてくれ。わかった。お、どうしたんだ。ハーブの香り？懐かしくも独特の香り。故郷のハーブは翡翠にもあるかしら。ハーブ？あなた調査隊よね。青い鶴状のハーブを見たことはない？ポケモンにくっついているそうなの。青い鶴状のハーブをつけたポケモン捕まえたら私に見せてね。ハーブ？ハーブ、鶴状、これ？こういうこと？違うか？青い鶴がもじゃもじゃ？でも懐かしい香り。故郷のハーブだわ。想像以上にハーブ。いえ、鶴まみれね。それに鶴が動いているような。この子の全貌が気になるわ。え、見つけてくれてありがとね。お、あった。ハーブとして鶴はちょっとだけ分けてもらうね。どうぞどうぞ。そうか、この子と暮らせたら毎日香りを楽しめるのね。よし、じゃあメイン行きましょう。エマさんではないかね。まあ村であっても不思議ではないか。あ、久しぶりじゃん。次はどこのポケモンを調査するというのかね。群青の海岸？群青の海岸ですか。ガラナさんも大変だからね。
キャプテンなのに世話するキングがいないからね。真珠団でもガラナさんの陰口を叩くやつがいるからね。おっと、エマさんには関係ない話をしたね。失敬失敬。代わりにいいことを教えるからね。ポケモンの中には石の影響を受けやすい種類もいるからね。例えばバサギリ。ポケモンによっては石で進化するからね。ほう。何が言いたいかというとね、エマさんが調査隊としてポケモンのことを調べるなら、翡翠地方で見つかる石も重要になるということだからね。何しろ神王様が宇宙を作った時の力が込められた石があるとの言い伝えもあるからね。今の話はとても重要。それを忘れないように俺が見つけたそこそこ重要な石とかあげますかね。え、マジ？頑張りの石。何それ、知らない。ポケモンの頑張レベルを上げる不思議な石。頑張レベルが6から8のポケモンに使える。あ、頑張りの砂とかと一緒かな。ちなみに進化の石が欲しいなら胃腸紹介で買えることもあるからね。あ、そうなんだ。ありがとう。じゃあ行きましょう。ポケモン大量発生の報告があったらしいぞ。気をつけてな。どこ大量発生？お、行く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 。ちょっとメインストーリー行く前に大量発生行こう。よっしゃ。どこ大量発生だって。どこ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 。わ、いた、いっぱいいる。キモい。あぶね。大量発生のポケモン見つけた。ほら、ほら、ほら、ほら。うわ、なにこれ。あ、色違いだ。待って、色違い取ったんですけど。やば。あぶね、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 あぶね。嬉しい。びっくりした。うわ、危ない。ほら、大量発生の時は色違いが出るのか。なるほどね。報告されたポケモンの気配はなくなった。あ、全部捕まえると終わりなんだ。なるほど。色違い取れちゃった。嬉しいね。じゃあまた大量報告があったら行こうね。なんて匂いだ。なに、どうしたどうした。おっと、君、近づかない方がいいぜ。見てみろ、キャンプの設営地をあいつらが占拠しちまったんだ。一体でも厄介なのにスカンプーの群れなんて。勝負の得意な団員が何とかしてくれないかな。お、腕利きだぞ。本当にスカンプー臭いぞ。見てて。そこまで言うなら任せるけど、3匹がいてたぞ。あと臭いぞ。臭そう、マジで。ふぅ。やってやろう。ゲームはぴょい。本当に強かったんだな。相棒のポケモンも勇ましいし。驚いたよ、スカンプー3体と渡り合っても臭くないなんて。臭いだろうよ。君のおかげでキャンプを設営できるよ。ちょっと待っててくれ。お、じゃあ新しいキャンプ場ができた。やった。ふう、どうだい？安心感があるだろう。スカンプーの匂いもついていない。気軽に利用してくれたまえ。この人どんだけスカンプーの匂い嫌いなんだろう。うわ、ロベン博士来た。グレンの湿地、二つ目のベースキャンプ、荒れ地ベースが設営できましたね。いずれはスカンプーが遊びに来る場所にもなるといいですね。めっちゃ嫌そう。
どこに落としたんだ？何落としたの？お、あんた一つ助けてくれないか？湿地ベースを出てから親分のカバルドに追われてさ、その時お守りを落としたみたいで、どうにか取り戻したいが見つからなくてな。沼に落ちているお守りを見つけたら俺のところに届けてくれよ。わかりました。いいよ。じゃあカバルドン倒そう。ついでに倒そうじゃない、捕まえよう。うわ、あ、見つかった。わわ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 。よし。頑張れ。あ、よし、取れた。ナイス。うい。よし、これで心置きなく探索ができるってもんですよ。あ、これじゃね。あったあった。ちょっと後ろ大変なことになってる。なになに？うわ、カバルドンじゃん。バトルですか？しゃ、ケフワちゃん。あんたすごいな、カバルドンとも渡り合えるのか。まあね。ん、そこに落ちてるのはそっから見えるの、すごくね。あ、俺のお守り？おかえり。おかえり？まさか俺のためにカバルドンと戦っていたなんて。感動したよ。なんていいやつ。あんたが一生懸命探して取り返してくれたんだよな。このお守り、もう二度と落とさないからな。よかったね。イエーイ。はい、コダックの薬、持ってきたよ。コダックの頭痛を治せる薬を見つけてくれたの？早速使わせてね。どうぞどうぞ。はい。よかった。コダックたちすっかり元気になったみたい。薬を探してきてくれてありがとう。銀河なんて想像より怖くないかも。だって赤の他人の私を助けてくれるんだから。秘伝の薬だっけ？銀河なんてすごいね。今度、ことぶき村に行こうかな。お、やったー。元気の塊だ。そんないいものが？あ、時空の歪みだ。ちょっと時空の歪み行こうぜ。よいしょ。あった、時空の歪み。前回ちょっと録画外で入っちゃったから、撮りたかったんだよね。よしよいしょ。来たー。行くぞ。ここね、なんか、突然ポケモンが、変わるんだよね。何があるかわかんない。なんかレアなアイテムとかが落ちてたね。あ、発生した、発生した。来るぞ、来るぞ。これなんかね、ここでしか手に入んないアイテム？青いかけらとか。あ、で、ポリゴン出てきた、ポリゴン。うわ、びっくりした。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ何？プロテクターだって。うわー、やべ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 、死んじゃう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 。とりあえずポケモン出そう。はい。
と待って、やばい。ちょっと一回逃げよう。一回逃げよう。いや、わしゃポリゴンが欲しいだけなんじゃよ。やめて、来ないで、来ないで、来ないで。来ないで、来ないで。これ何？怪しいバッジ。持ちきれないだと？よし。ポリゴン。うわ、危ねえ。ああ。痛い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 。やばい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 、死ぬ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 。うわあ、ちょっと待って、ちょっと待って。ブラッキーじゃないこれ。これブラッキーじゃない、これブラッキーだよね。ちょっと待って、ちょっと待って。死ぬ死ぬ死ぬ。ああ死んだ。違うんですよ。違うんです。どこかに落とした。どこに落としたのこれ。ちょっと待って。え、これさ、死んだとこってさ、これ、エマの落とし物は、どこ？この辺で死んだよね。え、死んだときってどうなの？この、集めたやつは。どうなんだ？エマの落とし物はどこに行ったの？え、あれってさ、誰かに拾ってもらうまで出てこないの？わしゃの落とし物は。やだ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 。そうなの？ん？あっち？こっち？どっち？なになに？誰？あれ？この人じゃん。探してた人。人だ！会いたかった！キャンプへ戻る途中、ポケモンに襲われ、逃げたら迷っちゃって、帰り道はどっちですか？全然ガチグマ使ってないけど見つけたわ。たまたま見つけたわ。そっちじゃないよ。間違えました。こっちですね。大丈夫か？この人。よし。エマちゃんの落とし物ってマジでないの？アルセウス、死んだ、アイテム。ちょっと今調べたんだけど、落とした道具は自分では拾えないんだって。誰かが拾ってくれないといけないんだって。だからインターネットにいる誰かが拾ってくれるまで、エマちゃんのあの道具たちは、ないないになりました。そんな、まあ、悲しいので、帰りますね、じゃあ。見知らぬ誰かにお願いをします。で、まあ、色違いが取れたので、まあ、よしとしましょう。はい。じゃあ、今回はここまでで終わりたいと思います。ちょっとメインイベント進められなかったんだけど、サブイベいっぱい進められたから、まあ、よしとしましょう。次回、メインイベント進めていきたいと思います。それじゃあ、また次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いします。バイバーイ。